Welcome back, everybody. This is why Lucy's here. We are back in more Dragalia's. We continue to react to the Hidden Truths Chapter 19. Anyways, let's check out Body of the Udder. すぐには受け入れられない気持ちもあるけど、でも
過ごした時間は私にとっては大事な宝物なの。私はこれからも二人とずっと一緒にいる。いつか本当に別れなきゃいけない日が来るまでジェシアを絶対に取り返して、それでまた三人でいろんなところに行って、いろんなものを食べて、いろんな話をして、いろんなことをするんだから。私が監視役だって言うならずっとずっと見張ってるんだから。あ、兄様、きっとゼシアもナームと同じ思いでいるはずです。時間は過去から未来ではなく、未来から過去に流れている。あまたの世界を旅してきた私はいつしかそう思うようになりました。大切なのは過去の出来事を変えるのではなく、その意味を変えることだと。兄様がこれから歩まれる道によって、どのような過去も輝かせることができるはずです。だからどうか顔を上げて、これからのことを考えてください。セーナ、二人ともありがとう。俺たちのことも忘れるなよな。リュウカ、それにみんな、王子、遅れてすまなかったな。ようやく見つけることができました。気をつけろ、敵が来るぞ。出やがったな。ターゲットを発見。殿下、ご安心を。あなたの盾となり、あなたを守り抜きます。指一本触れさせないんだから。よし、みんなマリオンを倒そう。Together, swords in hand.贈り物ですね。
お見舞いするぞ。なかなかやるじゃん。Let's check out More Than Artificial. への伝達回路チェック。あ、この声は。準備完了です。高速起動モードに移行開始。移行完了。活動を開始します。身体パーツ各所の制御異常なし。全て順調です。どんどん行きますよ。これはマリオンをはるかに上回る移動速度だ。マスキラ、遠隔制御の稼働時間はまだあまり長くない。早く決着をつけて。ラクシー、分かってます。
通信ジャミング用の干渉波起動準備。皆さんには少しの間眠ってもらいます。はあ。周辺の適正反応すべて消失。やりました。うまくいきましたね。マスキュラたった一人でマリオンをまとめて倒しちまった。コントロール回路にショックを与えて一時的に動けなくしただけですが、しばらくは大丈夫なはずです。皆さん怪我はありませんか？ああ大丈夫だけど。そんなことよりマスキュラ、お前どうやってその体を？シェスのおかげです。シェス姉さんが？起動実験に続き戦闘実験も大成功ですわ。 That laugh。 どうやら頼もしい仲間が一人増えたようだな。シェス姉さん、それにガトフ、フィンローダー、改めて協力に感謝いたしますわ。これくらいはお安い御用だ。役に立てたようで何よりだ。シェフ、どういうことだ？マスキュラの体は壊れちまったはずだろう。マスキュラの体を回収し、我がシャンゼリアの研究部隊が修繕を試みましたの。もっとも現状の技術では制御回路の再現が難しく、完璧とまではいきませんでしたが、いつか使う機会が来ればとグランフィオラータに積み込んでいたのですわ。シェス殿の頼みで制御回路に妖精の秘術で力を加え信号を増幅したのだ。なるほど、それであのように自在に動けたというわけか。だけどよ、マスキュラの心はラキシの体の中にあるはずだろう。一体どうやって自分の体に移れたんだ？マスキュラの心は今も私の中に存在する。実はラキシの体の中から遠隔操作で僕の体を制御できるようにしてもらったんです。遠隔操作だって？そんなことができんのかよ。ええ、ただしエネルギーの消耗が通常より少し激しいので。マスキラが遠隔個体で稼働できる時間は限られ。でもこれで僕も皆さんの役にもっと立てるようになります。マエストロ、僕とラキシの話を少し聞いてもらえますか？ああ、もちろんだよ。そんなにかしこまって一体どうしたんだい？僕たちマリオンは人の手によって生み出された存在です。兵器に過ぎなかった私たちの人格を認めてくれたのはマエストロ。たとえ作られた存在でも自分の描いた未来を目指せる、そう教えてくれたのはマエストロです。マエストロがマエストロであることは変わらない。元気を出してください。これからも僕たちはマエストロについていきます。 I'm a little confused why they can't keep on calling him Maestro。 あなたと共に。ありがとう。俺にも言わせてくれ。実はずっと後悔してることがあってな。国境の関所から正常に戻った後、落ち込むお前に声をかけることができなかった。もう二度と同じ鉄は踏まれ。王子、お前が魔人にでもなったら
俺たちがお前をぶっ飛ばして正気に戻してやる。安心しろ。道を踏み外すならば正しき道へと戻すと約束しよう。お前が俺の過ちを正してくれたよう、私も共に参らせていただきます。殿下、どうか見出された道をまっすぐにお進みください。みんなが俺の背中を押してくれている。俺の気持ちを支えて前を向かせてくれる。みんな聞いてほしい。俺は父上の思いを確かめるために聖なる木に行きたい。知りたいんだ、父上が何を考えていたか。頼む、みんなも俺と一緒に来てくれないか。よし、そう来なくちゃな。兄様、お父様の思いを探しに行きましょう。決まれば早速出立の準備をし。フィンロード様、あれは私の従者だ。何やら慌てているようだが。伝令です。どうした、何があった。フィンロード様率いる部隊が聖なる木に現れ、交戦が始まったとのことです。なんだと、森人たちは何をしている。迎撃しているようですが苦戦しております。いつまで持つか。ネデウ様も攻撃に加わっており。ネデウがどうして聖なる木に。ネデウ様だけではありません。アルベリアの巫女、それにアルベリア第4位王子殿も一緒です。ジェシアだけではなく、バルクスお兄様まで。あの堅物な兄貴がなんでネデウに同行してやがる。わからない、バルクス兄さんのことだから何か考えがあるのかもしれないけれど。フィンローだ、ネデウはおそらく、ああ間違いないだろう、頂へと到達し暁の聖変を奪うつもりだ。この世界の暁の聖変が聖なる木にあるというのですか。なぜそのようなところに。聖変とはアルベリウス陛下も政権を砕いたもののはずですが。南グラスティアではいつしかそのように聖変の意味が変わっていったようだが、本来の聖変とは聖なる木が吸い上げたマナの力が結晶の形をとったもの。その中でも数百年に一度聖なる木の頂に生まれるのが暁の聖変だ。暁の聖変を使い、ネデウは何をしようとしているのですか。契約竜と新たな契りを交わすつもりだろう。ネデウにも契約竜が。でも新たな契約というのは一体。かつてネデウが交わしたドラゴンの契約は不完全なものだったのだ。ネデウの契約竜の名は創世の竜バハムート。人がちぎりを交わすにはあまりに危険なドラゴンだ。今一度契約を結ぼうとすれば何が起こるかわからん。それにあの子の体では契約に耐えられるかどうか。このままではいかん、急いで聖なる木に向かわねば。お待ちください、フィンローダ様。実は妖精国の集落部でも
不穏な動きが。なんと、何が起こっている？人狼打様の留守を狙い、一部の妖精たちが放棄を計画しているようです。国王が不在の今、事態を止められるのはフィンローダ様だけかと。おいおい、この国はどうなってるんだよ。息子は王について以来、さまざまな改革を強硬に進めてきた。反発する者たちは多いが、この状況下での反乱とはいささかタイミングが良すぎるな。何か裏があるかもしれん。フィンローダ、暁の政変については俺たちに任せてくれないか。ゼシアを助けなければいけない以上、ネデウとの衝突は避けられない。ネデウとあなたの子息二人を食い止め、暁の政変を守ってみせる。私も弟に賛成ですわ。今の状況下ではそれが最も適切な策と存じますわ。すまない。二人のことを頼めるだろうか。私はここに残る。森人たちには先立って伝令をよこしておく。現地に着いたら合流してくれ。話は決まったようだな。今すぐにでも出発したいところだが、夜も更けてきたか。今晩は私の屋敷の客間を使うといい。ゆっくりと体を休めてくれ。ありがとう、フィンローダ。みんな、明日の日の出とともに出発しよう。Alright, this is where I'm going to be splitting the video from here, so thank you guys for watching up to this point. Don't forget to hit the like and subscribe button, leave your thoughts and comments down below. And I do have an active Discord group, so go check it out. I'll leave the link in the description of this video. And all that said, thank you guys for watching, and I'll see you guys in the next part shortly. Later!